1番後ろ6番の滋賀山田康弘西日本ライン、4番手で赤番のホームに出ました。前段は南関東勢2番の酒井宏樹、残り2周を切っています。5番の志村正弘が2番手の位置。さあ打賞の周回2コーナー、1番の坂本智也上昇です。4番伊賀哲也、さあ4社の西日本ラインですが、中でも6番山田康弘は今度は切り替えていくのか。打賞です。1番の坂本智也、4番伊賀哲也、岡山勢2番手の内、2番の酒井宏樹、今日も内飛びつこうとしますが残り1周を切りました。2番手以降並走です。前をかけるのは1番の坂本智也、4番の伊賀哲也、外を回る形、内は2番の酒井宏樹、抵抗を見せています。さあ斜め眼光状態、バックストレッチペースを上げた1番の坂本、2番手は内をすくって2番の酒井宏樹、外は4番伊賀哲也、この2人終始並んで、後方にいた7番の稲葉幸成も縦足を伸ばせるか、直線に入りました。前は1番の坂本をトライに出る2番の酒井と5番の志村正弘だが、2番の酒井宏樹ゴールイン。